お嬢って人はものすごい業を背負って生きてたんでしょうね。もう非常にもうお父さんたちもね早死にしてますし、お母さんもお父さんも早く亡くなってるし、でもものすごい強い人です。背がほんとちっちゃいですよ。でも今もこれものすごいもう体調悪いです。そうですね。いいわけない。もうこの3ヶ月ぐらいに実は亡くなってるんですよね。でしょ、はい、これはもう仕事できるような状況じゃないです。それでもサービス精神というか、プロフェッショナルのね。そうですよね、10時間もね。思いがあってね。すごい。東映時代、どんな思い出が？僕はね、お嬢と、まあ。お嬢って言い方がまたね、松川さんしかできないですよね。あったのは18の時なんですね、はい。で、3年ぐらいは口聞いてもらえなかったです。3年。同じ撮影所にいるんです。でも、お嬢の周り大体20人ぐらい、こう、人が。取り巻きがっていうか、まあ、お付きの人とかいっぱいたくさんいて。ほいで、相手役は僕じゃないです。もう中村金之助さんとか、岡橋蔵さんとかで、僕らの先輩の俳優さんでしょ。ほんと、オールスターの時にお会いするんですけども、3年目ぐらいの時に初めて。オールスターってのは、例えばオールスター映画ですね。オールスター映画が年に4本、4本ぐらいあるんです。はい。見てみます。見ると、中心ぐらいのがあって。そうです。医療本体を人に全部、東映の俳優さん、女優さんが全部出る。その時にご一緒するわけですよ。ところが、まあ、なかなか、こう、ご挨拶はするんですけど、あっていう、っていうだけですから。声似てますね。あまり見てもくれないし、あれだったんですけど、3年目ぐらいになって、初めてその、あんた、近衛さんとこの坊やって言われた。近衛さんとこの坊やです。お父さんが近衛十四郎っていう。大スターですか。なんで、坊やって言われた。で、坊やって言われたけども、実際には、僕年齢的には5つしか違わないんです、ところが、もうとんでもないスーパースターですから。こっちはもう、駆け出しですから。緊張しますよね。もう、初めて、はいっていう返事が出なくてね。